ベンジャミン・バニーのお話は、ビアトリックス・スポター作の絵本である。本作は1902年に発表された、ピーター・ラビットのお話の続編にあたる。ウサギのベンジャミン・バニーはある朝、農家のマグレガーさんとその家族が馬車で出かけるのを目撃する。いとこのピーターの家に行くと、ピーターは靴を履かず、上着の代わりに赤いハンカチを身につけていた。ピーターの上着と靴が、 マグレガワさんの畑の架かしに使われているのを知った。ベンジャミンはピーターを連れて、梨の木を伝って、マグレガワさんの畑に入り込む。二人は、カかしから、上着と靴を取り返すが、雨に当たっていたために上着は少し縮んでいた。二人は、ピーターの着ていたハンカチに玉ねぎを包んで、畑の反対側から帰ることにしたが、ピーターは、 以前、マグレガーさんに追い回されたために落ち着かず、途中で何個か玉ねぎを落としてしまう。さらに二人は猫に遭遇してしまい大きなカゴに隠れるが、猫はカゴの上に乗り、その後5時間座り続ける。夕方になってもベンジャミンが帰ってこないため、ついにベンジャミンの父親が息子を探しに来る。彼は猫に襲いかかって温室の中に閉じ込め、ピーターたちを助け出して、 家に連れて帰る。しばらくして帰ってきた、マグレガーさんは畑に誰かが入り込んだ後や猫が温室に閉じ込められているのを見つけて不思議がある。家に帰ったピーターは自分の上着を取り返してきたので母親に叱られずに住み、持ち帰った玉ねぎは勝手口の天井に吊るして保管された。本作では嫌な思い出のために落ち着かないピーターをベンジャミンが冷静に扇動しているが、 後に発表された、キツネドンのお話では、大人になったベンジャミンが子供を誘拐され、取り乱すのをピーターが導いて奪還するのに一役買っており、二人の関係の変化が伺える。ありがとうございます。